おう、わてに占ってほしいのか。ちょっと待ってな。見える、見えるぞ。高い建物が多いところ、町に不慣れなこと、出会いがありそうだな。おしゃれな場所の周辺に目立つ女子が2人いるな。しかも1人は飴を舐めてるっぽいぞ。誰にも会わないということもまた出会いになると出てる。小さな公園がある通りが見える。そこに3人、いや4人組で帰ってる姿が見えるぞ。電車の音と何か配ってる景色が見えるな。ただ時間の余裕はなさそうだから耳を塞ぐことも大事と出てる。これが新しい出会いの音と、こんな感じだな。すみません。
あのですね、今日はお昼にいつもと違うところで食べたんです。あ、もしかして先輩なら分かっちゃったりしますか？混んでて行ったことなかったんですけど、せっかくなら一度行ってみようと思いまして。お値段もリーズナブルでとっても美味しかったです。オムライスを食べてみたんですけど、トロトロでほっぺたが落ちそうでした。先輩はいつも学食で食べているんですよね。やっぱり混んじゃいますもんね。私、全然知れませんでした。あ、それなら先輩のおすすめのメニュー教えてもらってもいいですか？できれば限定ランチ以外で。カレーにオムレツが乗っかってるやつですか？週に3回。はあ、先輩をそんなに虜にしてしまうとは。私も今度食べてみますね。先輩っていろいろ知ってて、話してるだけですっごく楽しいです。私と一緒に帰るのか。その私も一緒です。明日も先輩と一緒に帰れたらいいなって。いいえ、なでもないです。今のは聞かなかったことにしてください。びっくりしちゃって。その私なんかの手でよかったら。
ちょっぴり恥ずかしいですけど、それ以上に嬉しいです。その先輩、私からもお願いしてもいいですか？もうちょっとでバイバイの場所ですけど、そこまでこのまま。手を握ったままでもいいでしょうか？といたしまして。先輩、今日はありがとうございました。もしよければまた。おう、わてに占ってほしいのかな？ちょっと待ってな。見える見えるぞ。高い建物が多いとこで、町に不慣れなこと、出会いがありそうだな。おしゃれな場所の周辺に目立つ女子が2人いるな。しかも1人は飴を舐めてるっぽいぞ。車が出入りする場所や四角い建物の密集地、それとカレーの匂い。小さな公園がある通りが見える。そこに3人、いや4人組で帰ってる姿が見えるぞ。電車の音と何か配ってる景色が見えるな。ただ時間の余裕はなさそうだから、耳を塞ぐことも大事と出てる。これが新しい出会いの音と、こんな感じだな。
先輩どうして私に気づいたですか。看板にだってちゃんと隠れて。もしかして先輩はあれですか、特殊能力的なものが透けて見える能力を持っているとか。ですよね。はい、学食で売ってるカレーパンです。しかも今日は私の好きなジャガイモがたっぷり入っていたので大当たりでした。食べ物ばっかりですね。もう先輩は時々意地悪でしょ。ありました。今回は特別ですよ。何か用があったわけじゃないんですけど。そんなことないです。でもどうしてそう思うんですか。そんなことは。
先輩。ありがとうございます。先輩はいつも優しいですね。その少しだけ話聞いてもらってもいいですか？実は今度家庭科の授業で自分の作った作品の発表会があるんです。はい、自分で作ったエプロンの発表になります。それでみんなの前に出ることが不安で。すみません、こんなこと話されても困りますよね。時間？はい、ありますけど。すっごく綺麗です。もしかしてこれを見せるために私を連れてきてくれたんですか？これがなんて言わないでください。こんなにも綺麗じゃないですか。先輩は私のことを励ますためにここに
連れてきてくれたんですよね。バレバレです。さっき？あ、本当ですか？全然気づきませんでした。ないです。先輩はプルプルしててもかっこいいです。私の方こそありがとうございます。先輩のおかげで元気出てきました。発表会緊張しちゃうと思いますけど、私頑張ってみます。そこは正直に言わなくてもいいと思いますよ。なんかそんな感じはしてました。先輩は嘘と人前以外で苦手なことってありますか？私と一緒ですね。分かっちゃいましたか。実は友達にも同じこと言われて。そんなに朝弱そうに見えますか？やっぱり透視能力持ってますよね。それは残念です。先輩は誰かとこんな風に夕焼けを見たことありますか？
それって女の子ですか？先輩、もう少しここで一緒に見ててもいいですか？ありがとうございます。でけえあくびだな。ちげえね。俺も授業が終わる5分前まで寝てたし。おや。わてはこれから占いだ。相変わらず精が出るな。今日はどこの女子だよ。先輩か後輩か。あ、別の学園の女子って線もあるか。今日は古典の先生だ。教師かよ。昇降口までは俺も一緒に行ってやるよ。ヒデ、クズミハン、また明日な。ワテも頑張ってくるでいい。お、おう、まあほどほどにな。じゃ、また明日な。
先輩？どうしてここに？って、そうじゃないですよね。助けてくれてありがとうございます。本当は他の子もいたんですけど、校舎裏でクラスメートが告白してるって話聞いたら、みんなそっちに行っちゃって。そんな悪いです、先輩に手伝ってもらうなんて。先輩、口元が笑ってますけど、私何かおかしなこと言っちゃいました？ありがとうございました。その一つ聞いてもいいですか？先輩はどうして私にいつも優しくしてくれるんですか？
それってつまり先輩の家族みたいな存在ってことですよね。実は私も一人っ子なので、そう言ってもらえてすっごく嬉しいです。でも妹ってことは奴隷ってことですよね。私知ってるんです。兄弟って言えば主従関係が鉄則じゃないですか。私の周りの友達もお兄ちゃんやお姉ちゃんの命令には絶対服従。それが後に生まれた妹の定め。つまり先輩は私を奴隷にするつもりなんですね。先輩は私を、その…奴隷にしたくないんですか？私、頑張ります！先輩が望むなら、これからご主人様って呼んだって！わかりました。うん、頑張ります。ご主人様。そうですか。あの、奴隷とは別の話なんですけど。何かお礼させてくれませんか？ゴミ捨て手伝ってもらいましたので。そういうわけにはいきません。先輩とお付き合いということですよね。彼しかない。
付き合ってほしい場所。私の中にポコポコなんて、先輩の付き合ってほしい場所ってたい焼き屋さんだったんですね。はい、私たい焼き大好きですから。そうですね、ベンチがあるところ、あるところ。あ、小田牧自然公園はどうでしょう。あそこなら緑もいっぱいですし。ありがとうございます、でも、よかったんですか？たい焼きまでご馳走してもらって。
し、先輩に助けてもらってばっかりです。私なんかが告白されるなんて。でもどうしたんですか急に。あ、そういえばそうでしたね。結局あの後どうなったんだろう。先輩は誰かに告白されたことってありますか？でも答えたくなかったら全然内緒で大丈夫ですので、ノーコメントで。だって先輩優しいですし、そんな。かっこいいですから。何とも言えませんけど、先輩はそのどっちですか？
私は古くてもいいと思います。だって女の子はいつでも好きな人に気持ちを伝えてほしいですから。それは告白の時も付き合ってからも。少なくとも私はそう思います。だから私、先輩のそういうところ、好きです。はい、それがいいと思います。嫌だなんてことありません。よろしくお願いします。あ、その前に先輩のそれください。はい、私が一緒に捨てておきますので。これくらい何でもないですよ。あ、そういえば先輩ってもともとこの町に住んでいたんですよね。生まれてからずっとです。そうかもしれませんね。ちっちゃい頃の先輩ちょっと見たかったです。先輩って幼馴染がいるんですか？初耳です。もしかしてその幼馴染って女の子とか？そうなんですね。あ、その幼馴染ってうちの学園に通っていたり？
幼なみって、あの幼なみ先輩ですか？だってあのクールビューティーの幼なみ先輩ですよ。私のクラスでもファンの子多くて。いますよ。すみません。でも幼なみ先輩すっごく人気あるんですよ。綺麗だし、見た目はちょっと怖そうだけど優しいですし。その幼なみ先輩が先輩の幼馴染だなんて。そんなの絶対勝てないよ。その聞いてもいいですか？キスはしたんですか？そうなんですね。ということは先輩はまだ誰とも。キスしたことないんですね。すみません。それで、その、ないんですよね、キス。それなら彼女さんも。それでは私はここで。
また一緒に行きましょうね。フラペチもたい焼きも。先輩の幼馴染が幼み先輩だったなんて思わなかったな。幼馴染か。そうなったらやっぱり先輩から告白してくれるのかな。うん、きっとそうだよね。放課後二人だけの教室で先輩から何考えてるの。私そもそも先輩と私は幼馴染でもなんでもないのに。もしかしたら私、まだ決めつけるのは早いよね。どうすればいいんだろう。先輩は私のことどう思ってるのかな。おう、わてに占ってほしいのか。ちょっと待ってな。
見える見えるぞ。高い建物が多いとこで町に不慣れなこと出会いがありそうだな。おしゃれな場所の周辺に目立つ女子が二人いるな。しかも一人は飴を舐めてるっぽいぞ。サラリーマンの憩いの場、そこに揺れている場違いなタピオカのアクセサリーが見える。小さな公園がある通りが見える。そこに3人、いや4人組で帰ってる姿が見えるぞ。電車の音と何か配ってる景色が見えるな。ただ時間の余裕はなさそうだから耳を塞ぐことも大事と出てる。これが新しい出会いの音と、こんな感じだな。実は先輩にどうしても伝えたいことがありまして。それで、その、先輩はこれからお時間あったりしますか？もし忙しかったりしたら全然大丈夫ですからね。本当に大丈夫ですから。
先輩はボーリングって得意な方ですか？そうですよね。よろしくお願いします。ストライクとかスピアは私にはまだ全然無理そうです。できるんですか？先輩。はい、私頑張ります。
力を？それだとピンが倒れなくなっちゃうんじゃ。先輩詳しいです。あれですね。はい。いいんじゃなくていいんですか？
んでしょうか。わかりました。では失礼して。すみません。先輩が手を挙げていたのでハグだと思って。それを勘違いして私、先輩に…すみません。お恥ずかしいところを見せてしまって。もしかしてこれって先輩の膝枕でしょうか。すみません。私いつも先輩に迷惑かけてばっかりですよね。今日だって私からボウリングに誘ったのに先輩に教えてもらってばっかりで、ハイタッチを勘違いして先輩に抱きついて、それで勝手に気絶しちゃって。楽しかったです。
先輩。できてすっごく嬉しかったです。おう、わてに占ってほしいのか。ちょっと待ってな。見える見えるぞ。高い建物が多いとこで、町に不慣れなこと、出会いがありそうだな。おしゃれな場所の周辺に目立つ女子が2人いるな。しかも一人は飴を舐めてるっぽいぞ。水が流れていて、これは海に続いてるみたいだな。小動物っぽい子の気配あり。小さな公園がある通りが見える。そこに3人、いや4人組で帰ってる姿が見えるぞ。電車の音と何か配ってる景色が見えるな。ただ時間の余裕はなさそうだから、耳を塞ぐことも大事と出てる。これが新しい出会いの音と、こんな感じだな。ありがとうございます。嬉しいです。
先輩が励ましてくれたおかげです。本当にありがとうございます。私から何かお礼ができればいいんですけど。それは全然いいですけど、そんなことでいいんですか？先輩。はい、今度持ってきますね。先輩って妹がいたりしますか？私のことを励ましてくれたり、いろいろ教えてくれたりするじゃないですか。だから、もしかしたらと思って。そうかもしれません。でも、先輩がお兄ちゃんだとちょっと困ります。あーって、なんでもありません。忘れてください。それよりも、先輩が女子にされたら嬉しいことって何かあったりしますか？もちろんです。先輩かわいいです。定番かもしれないですけど、私もあーんはしてみたいと思います。といってもまだそんな相手もいないんですけどね。あはは。しますか？そうなんですね。うん、先輩かっこいいから彼女さんいても不思議じゃないのに。でもよかったです、先輩に彼女さんがいなくて。そういう意味じゃないですって。もう、女の子なら一度は夢見ちゃいますね。自分の結婚式でされたら嬉しくて泣いちゃうと思いますもん。先輩が私を。私から質問してもいいですか？その先輩の理想のタイプってどんな人なのかなって思って。先輩らしいですね。じゃあもう一個
個だけいいですか？女子じゃなくて、私からこんなことをしてほしいとかあったら教えてほしいです。私がデートに誘ったので、私が先輩をリードしたいです。はい、いつも先輩に優しくしていただいているので、私もいつも先輩がしてくださっているようにしたいです。だから私に任せてください。お任せください。
間違ってませんよ。私が早めに着いちゃっただけですから。8時前には。いいんです。だってその先輩とのデート待ちきれなくて。ですか今日の服。ありがとうございます。すごくかっこいいです。私もです。先輩はこれから行きたい場所ってありますか？せっかくのデートなら先輩が行きたい場所に一緒に行きたいなって。おしゃれがいい。うん、大丈夫。バッチリメモしてある。最初におしゃれがいいに行くとなるとデートプラン D だよね。
おしゃれ街了解しました。今日は私に全部任せてください。とびっきりのデートプランを考えてありますので。絶対先輩を満足させてみせますので。もちろんです。先輩とも、初デートですから。初デートですから。ついに来ちゃいましたね。変な先輩です。それじゃ行きましょうか。はい、バッチリです。おしゃれ街に来たらまずこのお店に。カフェかな、カフェかな、ありました。ここです。ここでお茶にしましょう。ここのホットサンドがすっごく美味しいって友達に教えてもらったんです。男の人でもボリュームたっぷりだって。それに見てください。私たちの他にお客さんいませんよ。いつもは行列が絶えないって聞いていたのでタイミングバッチリです。都合により1週間ほど臨時休業させていただきます。
大丈夫です。ちょっと待っててくださいね。ここのカフェがダメならもうダメなら。平気です。こんなこともあろうかと他のプランもバッチリですので。これだ。先輩、次は映画に行きましょう。ですので移動しましょう。ほらほら先輩、早くしないと映画始まっちゃいますよ。実は見る映画はもう決めてあります。これです。見てません。大丈夫です。先輩が好きな映画なら私も一緒に見たいですから。どんな映画なのか今からワクワクです。忙しい映画でしたね。でも面白かったですよ。ちょっと話が難しかっただけで。そうだ、ご飯にしましょう。まだお昼食べてませんでしたし。あ、先輩ハンバーグって好きですか？よかったです。それならここのお店で。
は商店街に隠れ家的な美味しい洋食屋さんがあるみたいなんです。先輩も絶対気に入ってくれると思います。もちろんです。こう見えて結構体力あるんですよ。力こぶだって、あれ全然出ない。先輩今笑いましたね。はい、任せてください。どうして見つからないですか？すみません先輩、私こうですか。散歩に行きましょう。ここならお店がお休みだったり見つからないこともありませんね。先輩、その散歩もデートになりますよね。それならよかったです。え、こっちと、うわThank you.
それは…私が食べること好きだって知ってるじゃないですか。行くってどこにですか？これくらい大丈夫です。今だって全然痛くないです。普通に歩けます。まだ先輩と行きたい場所もお店も全然回れてないのに。そうです、まだちゃんとお昼食べてなかったですよね。ネットで見つけた美味しいご飯屋さんがあるんです。今日はお肉の気分って言ってましたよね。そのお店の唐揚げ定食が絶品みたいで、先輩も食べてみたいですよね。私、今日は一日先輩に楽しんでもらおうと思っていろいろ頑張ってみたんです。先輩にはいつもお世話になりっぱなしだし、少しでも私とのデート楽しんでもらいたいと思って。それで
のシーンも。とりあえず、腫れは引いたかしら。痛みとかは大丈夫そう？うん、平気。心配かけちゃってごめんね。その言葉、私よりも彼氏くんに伝えてあげた方がいいと思うわよ。彼氏？あら、違うの？つくしをおんぶしてきてくれた男の子。先輩はまだ彼氏じゃないもん。まだなのね。もうあんまりからかわないでよ。ごめんごめん、その話はまた今度ゆっくり聞かせてね。それじゃおやすみ。お母さんたら。やっぱりそう見えてたんだ。先輩が私の彼氏。先輩が私の。
なんて喜んでばっかりいられないよね。先輩はこんな私と一緒にいられるだけで楽しいって言ってくれたんだよね。先輩、まだ起きてるかな？声、聞きたいな。あ、でも、遅い時間だと迷惑になっちゃうし。伝えたい。おやすみなさい、先輩。また明日も会いたいです。ワテに占ってほしいのかな？ちょっと待ってな。見える、見えるぞ。高い建物が多いとこで、町に不慣れなこと、出会いがありそうだな。おしゃれな場所の周辺に目立つ女子が二人いるな。しかも一人は飴を舐めてるっぽいぞ。買い食いのメッカ、そこに似合った人物との出会い、ただ覚悟は必要と。小さな公園がある通りが見える。そこに三人、いや四人組で帰ってる姿が見えるぞ。電車の音と何か配ってる景色が見えるな。ただ時間の余裕はなさそうだから、耳を塞ぐことも大事と出てる。これが新しい出会いの音と、こんな感じだな。
シャンプー。そうですね。すみません。私、帰りますね。あんな態度取っちゃってすみませんでした。あ、いいんです、私も同じですから。本当は先輩に声かけてもらって嬉しかったんです。だけどどうしたらいいか分からなくなっちゃって、
何言ってるんだろう。自分でもよくわかりません。でも一つだけ分かったこともあったんです。いっぱい悩んでいっぱい迷って、だけど自分の気持ちにようやく気づけたんです。私のこと、私も先輩のことずっと考えてました。先輩はいつも私の隣にいてくれて、笑ってくれて、励ましてくれて、支えてくれて、そんな先輩が太陽みたいで時々眩しく見えて、だから私みたいな子が隣にいてもいいのかなって時々思うこともありました。でもやっぱり私は先輩の隣にいたいです。これから先も。そんなことをずっと考えてました。
も、一つだけお願いがあるんです。こんばんは、先輩。実はこっそり抜け出してきちゃいました。それは悪いです。呼び出しちゃったのは私ですし。先輩って実は不良だったりします？
かもしれません。誰もいませんね。ここで初めて先輩に出会ったんですよね。私が落としたスマホを拾ってもらって。あの時は本当にすみませんでした。させてもらえますか？そうじゃないです。嬉しくて、いつか先輩にそう言ってもらえればってずっと夢見てて。私でよければよろしくお願いします。私も先輩のことずっと大好きでした。だから今度は私から言わせてほしいです。改めまして、よろしくお願いします。これだとお付き合いって感じあんまりしませんよね。
そうですね。あ、一個だけわがまま言ってもいいですか？それは、笑わないで聞いてくれますか？名字をつけないで先輩って呼ぶのは先輩だけだから。他の方は、幼み先輩だったら幼み先輩って呼ぶんですけど、先輩はずっと前から特別だったんです。それに結婚したら同じ名字になるじゃないですか。
私にとって大切な場所ですから。ここで先輩と出会ってお友達になれました。それからお互い同じ学園だって知って、先輩と後輩に。だからここからまた始めたいんです。先輩と出会えたこの場所で新しい関係、恋人同士に。12時過ぎだったら誰もいないかなって思って、もしかしたら先輩に告白してもらえるんじゃないかってちょっとだけ期待してました。だからこんな遅い時間に呼んじゃいました。ごめんなさい。私がまたバカなことしないように、これからもずっとそばにいてください。ずっとずっと。私も先輩のことが大好きです。こんな風に先輩に抱きしめてもらえるなんて、私とても幸せです。私も先輩のこといっぱい幸せにさせてくださいね。